は。こんにちは。こんにちは。その説は最近児玉さん、はい、よく売ってますね。はい、暇ですか。暇じゃないです。あの去年に引き続き、はい、去年もここ来ましたね、はい、去年来て盛り付きを初体験して、うんうん、そうですね、めっちゃ面白かった場所で、はい、今日は駆け釣り、はい、アユって餌食わないですよね、はい、コケばっか食う、コケ食べるから、はい、だから引っ掛け釣りそうです、ね、になるんですを今日はチャレンジします、はい、楽しそうで引っかからなかったと思った瞬間服バーンって脱いでバーンとバッシャーン今回も児玉さん、はい、児玉先生よろしくよろしくお願いします。この間のキャンプの時は釣りを差し置いて、うん、一人で今日はちょっと控えときます。違う、釣りを下手なだけなんだ。児玉さんがスペシャリストすぎるだけなんだけど、はい、野生児ですからね。でも空気読んでください、ね、はい、読みます。え、ちょっと待って、はい、ちょっとあれ見て、あ、あんなもう2匹やっちゃってるよ。泳ぎ読んでるこんなにやろう。じゃあそんな感じで、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、えいえい、おお。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。上がっちゃってるようだから、水の量が少ないからかけやすい、うん、いっぱいいる。え、じゃあ早速やってもいいですか。はい、どうぞ。なんか針の下にガン玉つけてる感じですね。ガン玉、はい、じゃあちょっと僕先にやらせていただきます。児玉さんたちはそれを準備してます。こうやってその目印のところ、こうして、あれ目印どこだ。あ、一瞬引っかかった。マジですか。なんだ、ハゼがおった。あ、これか。あ、惜しい。うつ。ハゼがつついてる。ハゼが。ハゼ、ハゼが寄ってくる。あ、惜しい。惜しかったね、今ね。いやいや、当たんないっすよ。児玉さん。おお、難しいだったよね。お、来た来た来た。おお、よいしょ、いってきめー、すげえ。いやー、今年一目開いとったよ。勝って徳ちゃんの目が開くことあんまないですもんね。おい、大体目細くてね、いつもこうなって、チカッて。うわ、マジ綺麗かね。はい。よいしょ。あいは綺麗かですよね。あれは、おいが取ったとこが一番でかか。なしかな。お、今惜しかったね。惜しかった。めっちゃ惜しかったですね。おお。旦那。惜しい。向こうから合わせてないもん。合わせてないのに勝手に引っかかってくれた。もう盛り付こうか。え、また無双してるんですか。児玉さん、またやっちゃいました。児玉無双やっちゃいました。やるか、こっちでやる。次の方ですか。はい、こっちの方。おー、来た。やった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 。俺もう何回バラしたよ。っしゃ、やっと一匹ゲットした。マジめっちゃ綺麗。よっしゃー、アユゲット。じゃあ、つくか。
あ、そう、ちなみにここの川は漁協券ないんですよね。はい、うん、漁協券フリー。なんかすごいの来た。ありがとう。準備万端や。そうよ、徳ちゃん。キャメラリングシステムをオンして。こうですよ。そしたら月に行きますか。月行きますか。これで行きます。よっしゃ、よっしゃ、行くぞ。じゃあ下に降ります。水中連発の水中メガス。手長エビ。あ、ここにもおる。あ、冷てぇ。おお、いた。こっち。ほら、あ、徳ちゃんの足。あ、隠れた、あのでかい石に。エビもいっぱいいますからね。あ、おるおるおる。おお取ったみたいですよ。おいしょ、おいおいでかっ。それ持ってかっこ、ポケットに入れて。ポケットバカやなか。はい、エビもゲット。いっぱいいますね、あれが。いっぱいいますね。しょれーっとこう泳いで、みよらさん、後ろ見てください、後ろ。最初疲れるのがですね。何もボケて入ってないや。フライングゲット。うわー、危ねえ。フライングゲット。そんなもん今からああいう作っていう時にそんなもじもじしちゃってどうするんですか。寒くないとはなんだ。寒い。無理した。よし、行くぞ。よっしゃ。一回着いたらこっちのもんですからね。めっちゃいる。めっちゃいる。めっちゃいますね。これで多分どっかに浮くはず。マジですか。うん、めっちゃ下分裂してしまった。そういうことか。結構サイズでかいのを当てたけど、ちょっとこれ4本、5本威力ありすぎた。でも多分ね、そのうち浮いてくるから。それあれあれ、ほらほらほら、ゲットゲット。これは塩焼きサイズやろ。そうです ね、ちょっとちぎれちゃった、ごめんなさい、はい、でも美味しくいただきました、はい、ただちょっと海藻だからもう、はい、内臓出して絶命させてあげよう、はい。めっちゃいるからね、合わせやすいんだ。なるほど。おお、すげえ。きた、ほら、きれいについた。とっちゃん、いて、ほら、すげえ。あゆゲット。これもね、サイズ、はい、中くらいよりちょっと大きいくらいのはついた、はい、すげえ。ここもこれ戦うんじゃないの。なんだろう、エビがいっぱいいる。よっしゃ。あ、弱った弱った。そいつは絶対捕まえる。はい。これアユじゃない？アユですか？これアユかな？はや？はやかな？アユかな？ゲット。はい、それでは、はい、畑くんのチャレンジです、はい、まだ一回も俺ついたことないんですよ。あ、嘘。あ、去年も無理だったか、はい、後半ね、もう魚がいなくなってから始めたもんね。でもね、今回はね、めっちゃいる魚。つこうつこう、はい、というか、見えない。
畑くん、メガネを外すと、もう視力はほぼなしです。マジで見えないです。あ、でかいのいた、でかいのいる、でかいのいる。マジですか。お、惜しい惜しい。距離感が分かんないです。あのね、これね、うん、俺の中でのコツはね、数打ち当たる作戦。なるほど。いっぱい打ったがいいよ。それでか。うん。つけた？全然ダメです。ダメ？つけたんじゃね？つけたー、多分。つけたー。お。取れてる。お。あ、つけました。じゃあ俺も一緒。おお、ゲット。粘った。一緒ぐらいやる。面白い。面白いやろ。面白いやろ。面白い。粘った。小玉さん、何撮ってるんですか。手長エビ取り。あ、もう手突っ込んで撮ってるんですか。おお、取った。捕まえた。手長エビゲット。メスですね。メス。見ましたか。あ、モクズガニやん。ちょ、モクズガニ。マジだ。カニ、カニ、モクズガニ。おお、すげえ。ほら、モクズガニ。これ次回カニ編だったのに。すごい。でかいモクズガニ。カニゲットです。うわ、夏休み満喫してるな。お前ここ入れるけど鮎食うなよ。うわー、いっぱいだね、食べ物で。すごいと捕まえた。どうやって捕まえたの。ちっちゃいと岩の隙間におっとばずっと追いかけて、手でこうこうしてこうして。うなぎ捕まえた。うなぎ捕まえた。ほら見て。やば、ね、やばい、嬉しかった。もうね、走って帰ってきたもん。危ない。やめようか。それでは、はい、次回カニ取りでお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。もう楽しかったね。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。